田辺スポーツお役立ち情報コーナー。はい、皆さんこんにちは。今回ご紹介しますのは、ご自宅で簡単にできるウェアの洗濯方法をご紹介したいと思います。まずウェアのですね、ポケットの部分やファスナーの部分がしっかり締まっているかを確認してください。ここで、忘れがちな部分がベンチレーションの部分ですね。この部分は、忘れがちになりますので、しっかりここも締めてください。で、このように簡単で結構です。畳んでください。で、冷水で洗濯していただくより、お風呂の残り湯などの少し、温かい状態の温度の、お湯の方がですね、汚れが落ちやすくなってますので、お風呂の残り湯をおすすめさせていただきます。で、ウェア専用の、結構こういう形のものがいろいろ販売されていますので、ウェア専用の洗剤を残り湯のところに入れていただいて、容量などは、説明書きしっかり書いてますので、それを守っていただいて、お湯に入れてください。で、少しかき混ぜていただいて、ウェアが浸るぐらいの量で構いませんので、しっかりお支払いをしてください。あまり強くしてしまうとウェアが傷んでしまいますので、優しく押してください。で、表裏5分ほどですね、しっかりお支払い、手洗いしていただけましたら、流水で、次はお水でですね、しっかりすすいでください。で、泡がなくなったり、水が透明になるのを、確認していただいて、いただければ、すすぎの方は完了となりますので、それを少しこうですね、お水を絞っていただいて、3分ほど、洗濯機で脱水してください。そして、ここで、注意ですけども、干していただくときは、直射日光ではなく、陰干しでお願いいたします。ウェアが傷みやすくなりますので、陰干しで2日ほどですね、表裏逆にしていただいて干していただくと、綺麗に乾きますので、半乾きなどにならないように注意してください。で、撥水剤や防水スプレーの方も、販売しておりますので、こちらも合わせて試してみてください。以上、ご自宅でできるウェアの簡単洗濯方法でした。年中スキー用品専門店田辺スポーツへぜひご来店ください。